まあ一番大変なのは伝令っていう業務があって、一番下っ端は中隊長小隊長が帰ったタイミングで迷彩服とかこう持ってきてアイロン分けを必死にやるの。クリーニング屋以上にアイロンしてるからね、シワがちょっとでもあったらやり直しさせられるの。隅から隅までシワがないようにしなきゃいけないし、あとブーツを磨く作業、単調感、空挺だと空挺化っていうんだけど、キュウイっていう靴を磨くクリームがあるんだけど必死に磨いていくのね。自分の顔が映るぐらいまで鏡の状態にする、ブーツの先端を何日もかけて何日もかけて練り込んでいくのよ。そのうち本当にトゥルトゥルのテッカテカの鏡みたいな状態になるの。班長官のここに映った鏡みたいな自分を見て、戦闘服のピッとこう折り目あるじゃん、それでヒゲが剃れるぐらいにしろっていう。無理だけどね、めちゃくちゃっすね。